こんばんは、平井博明です。今回はですね、公式 LINE の方からですねメッセージが届きまして、インパクトゼロを見ていただいた方からなんですが、番手別でですねボールの位置とクラブの戻し方を教えていただきたいというメッセージいただきまして、今日はその、番手別についてボールの位置なんか一つ一つ解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずピッチングからいきます。まずピッチング構えます。ボールの位置は僕の位置で構えますけど、真ん中よりボールの位置、ボール半分左ぐらい、真ん中よりちょっと左ぐらいの位置にピッチング僕構えるんですけど、このアドレスの位置にインパクトゼロというのは戻ってくるという動作というか行動なんですけど、結局そのインパクトゼロっていうのはアドレスの位置に戻ってくるということなので、番手が変わろうがインパクトゼロの位置って変わんないですよ。そのアドレスの位置にクラブを戻さなきゃいけないので、例えばこれ5番アイアンです。5番アイアンはもちろん遠く立って右足が広がっていくので、さっきのボールの位置よりももちろん左に感じると思うんです。大げさに言いますよ、さっきピッチングの位置がここだとしたら、ここに戻ってくることがインパクトゼロ。今度5番アイアンはここにボールの位置をセットしたとしたら、このアドレスの位置に振った時にこうやって戻ってくるのがインパクトゼロなので、例えばドライバーだったらこうやって構える方がいたら、ここがゼロポジションなので、インパクト打つ時にここに戻ってくるようになってればいいんです。なのでボールの位置がずれたとしても、例えば林の中から打つ時に低い球を打つ、ボールの位置ここまでずらしましたって言ったら、ここがアドレスの位置になりますよね。ってことはここがゼロポジションなんで、ここにこうやって戻ってくればいいっていうことなんです。もちろん番手別で気になりますよね、ボールの位置は何番だった、どうしたらいいのとか。それよりもアドレスの位置、形が分かっていればインパクトゼロに戻せるということになります。なのできっちりご自身のアドレスの位置が決まっていれば、そこがゼロポジションになるということになりますので、一概にゼロポジションクラブ戻すって言ってもなかなか腕の力だったり体の回転だったりが加わると戻しづらかったりもします。ただ何を優先するかがすごく重要ですので、まずクラブをアドレスの位置に戻してあげることを優先してやってみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。